皆さん、こんばんは。2>, んんは2月22日、木曜日、日本文化チャンネル桜沖縄の声のお時間でございます。当番組は2000人委員会、友の会、共産広告広告主総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りいたしております。改めまして、皆さん、こんばんは。げんちゃんやイ週間ごご無沙汰でございました お話しさせていただく。ガッキーよろしく。こんばんはよろしくお願いいたします。荒川健子です。もうガッキー、ガッキーで,ーでいい,じゃないか。言いにくい。いやいや、もうそうそう慣 <laughs> れるよ。慣、はい、れるまで。まあね、こう今はほら2月もそろそろね、後半に差し掛かってますけど、はい、やっぱりあの2月っていうとどうしてもその次の3月ね、えー、もう私もまだ、うん、まだあの何年ぐらい前かな、えー、4年ぐらい前にあのあの体験しましたけどあの。 高校の卒業式、はい。で、そしてまた中学校も卒業式がございますが、卒業式というとなんかいろいろ思い出ございます。ありますね。今年は長女が卒業、中学校卒業のことを、去年は長男が高校卒業だったんです。ああ、そう。続いてますな。なのでかなりまだまだ記憶は新しいはいはいはい。これからもなんですけど。そうだよね。お、いや、ほら、あの高校もそうだけど、中学校もそうだけど。 卒業式というとやっぱり切っても切れないのがあの日の丸そして国歌「君が代」<家>「青春<書> <laughs>」いろいろありませんでしたあ,ありますよねこれあの、うん、うちの、えー、子供たちが通ってる中学校なんですけど、うん、議員になってから招待というかあの呼ばれていく機会があるそうで,す、ね、でまだ自分の子どもを卒業してないっていう時代に、うん、あの。 あれは何のタイミングだったかちょっと卒業式だったのか入学式だったのかはっきりしないんですけどあの最初のデモンストレーションみたいな,なんかのがあってですね卒業生に対する歌かなんかが流れている時にあの国旗も国歌も上に上げられてたんですね。パネルがそしたら めくり上げて邪魔にならないようにやったまんま折りてきたんですよ。嘘でしょ？嘘でしょ？失礼だよそれ。途中で直してましたけどもう目が目が点だよね。記憶がまあまだ新しいんですけど。はあのまあそれはそれとしてで国家斉唱と言いますけどやっぱりまだまだ沖縄は国家斉唱にはなってもう緊張ですよね。 だから歌詞が入ってるじゃないこの伴奏に最初の頃はさすがにそれが歌えばいいのにと思ってましたけど最近は聞こえるようになりました歌ってるおやった少しずつ変わってきた卒業生の中からも卒業生の中からとか生徒もんかいるみたいですねうちの子が行ってましたあそうちょっと嬉しかったですねいやいやいいなだからさもうなんだろう教育で本当、学校教育であの こう「君が代」は歌えるようにうあの音楽の本に歌詞は載っかってるのに歌国,<家><の>国旗法みたいなのもありますからね。うんはい、で、うん、結局これをマスキングされて <laughs> 見えないようにはかみ張られたり <laughs>、まあ、学校によってはですよ、うん、ちゃんとちゃんとあのそのままやってる方も <昔は S 1> 学校もあすたり前のように、ねはいはい、だからさあ,のあれですよ「えー、君が代」も学校で歌ったことないという。 もう子ももたちももう大人になってもピーィーの仲間でも言いますけど、うん、そういう意味ではねわっ,ったうちなんちも沖縄の人間も日本国の,の、ね、こう法治国家に私たちは所属してますんで当たり前にだから学校でもちゃんと事あ,あるごとに君が重たい国家日の丸もちゃんと敬う一番敬う、うん、これがね あの絶対必要なんですけど、えー、ぜひあの聞いてらっしゃる先生,の先生方 <laughs> ち,ちゃんとあの当たり前のことやってください学校で <laughs>、はい、私<の>議会で一般質問でですね国旗もそうですけど国家を教えてくれと、うん、一般質問したことあでいりでした。 あの教えることになってるっていうんですけど教えてなないいじゃないか,だから <laughs> まだまだそこには至ってないしう,、うん、あのうちの子たちは、うん、まあ前にも他の番組で言ったんですけど、はい、この「 今までの学生生活の中で、一回ぐらいしか習ってないんですよ。あ、じゃ。覚えるほど習ってないので。あ、そう。歌えないんですよね。だから、あの、ぜひ教えることをしてくれと、なので、先生方のイデオロギーは自由だけれど。そうそうそう。教養士として教えることは、やってくれと。学校教育で、これはやっぱり、あ、日本国民として誇りを。伝えるためには、絶対必要なことです。よ子供が歌う、歌わないを決めればいいことで。そうそう。教員の歌いたくないを。 歌わないを子供に押し付けるのはやめてくれだめだよねそしたら一般質問終わって席に戻って終了する間際に共産党議員が堅苦しい時代になったねとか共産党議員がこれが普通なんですよみたいな何を言ってるんだかと言いましたけどやっぱり教育現場で公平にじゃないですけどこのイデオロギー抜きにやってほしいなだよね。だからあのあれですよ 私も PTA 会長時代にあの卒業式のリハーサルであの参加してたんだけど「あの君が代」を歌,歌わないのよ、ね、子供たちも先生方も。うんうん、であの校長先生に「校長先生これあの卒業式だからちゃんと君が代を歌えるように、えー、せめて1時間でも時間作ってみんな子どもたち練習させてもらえませんか?」ったら「ああ難しいですね」で終わり。<laughs> <laughs> いい何 嘘でしょ。リハーサルでも歌うようには言わないので。うん、君が代のはおかしいよね。だって国家は一生懸命歌うけど。国の君が代はね、国の歌ですよ。日本人としての誇りですよ。うもうぜひ今ね、今今ほらピョンちゃんオリンピックで、クああもうね、はい、たくさんもうはい、えー、ねあの子供たちがあの今憧れてる方たちがあのね。 金、銀銅と取っておりますがね、はいえー、それでは本日のテーマを紹介させていただきますオリンピックと国家これからの沖縄の人材育成についてでございます、まあ、オリンピックと国家これからの沖縄の人材育成についてもね、えー、ぜひあのー、考えていただけますが、はい、まずはピョンチャーオリンピックについて、はいえー、もう,うもうの、ね、も遅くまで。<laughs> <laughs> 睡眠不足しながら。嬉しい。嬉しい。いしね、嬉しいから、もう許せるけど。ね、結局今までのあの冬季オリンピックで。取ってたメダルの数を。越しましたよね。今十一個ですよね。ね金メダルが。確か十個ぐらいまでですよね。前はね。本当に嬉しかった。うん まあ、特に、特にね、嬉しかったの、もう、あの、二ヶ月前から滑り出した。怪我。怪我を、のね、治して。羽生,羽生くん。羽生くんは。素晴らしかった、ね。まるで、まるで、あの人何、何っていうレベルの違い。もう。あの、心技体というね。心も体も,も、本当にもう、出来上がってる。まだ、二十代だよね。うん、もう。 あの,あ,の子あの子って、ね、<laughs> ごめんね <laughs>、うん、もう彼のあのこう終わった後のインタビューを受ける時にもう感動したのはねもうカバンとか自分の,あの持ち物は下に置いたけどこう日の丸のコッキーちゃんと畳まれたやつこれも置くかなと思ったら「これは特別なものですから」っつって。 とね周りにいるあのスタッフに渡して預かってもらってる。もう全くね日本人のあの誇りですよ彼は。うん、本当に素晴らしいなと思いますね,ね。もうだからほらフェイスブックな見てるともこ,この彼の所作にみんな感動してそうそう、書き込みがねうでさすがオリンピックだから国を背負うっていう意味がここにありますよね。うん、完全にしっかりと自覚してるし彼はね。うん そ,ね、その対応力すごいなと大人の私たち見習わなきゃ <laughs> <laughs>、はい。国家もちゃんと歌える、うん、国旗の扱いもしっかりしているっていうのは子供たちにとっては今後の見本になりますよね。うん、よねそういう意味で本当にのオリンピックのあの素晴らしさサッテそういうところから日頃日頃ねあの私たちの日本人もあの日の丸とかあのまあ本来ならあの私たちもあの復帰前は あのいろんな行事があるときに家庭で、うんえー、日の丸を掲げておいししてましたよそれがそ<う>残念ながらの復帰後どこに行ったあの思いは日の丸で <laughs>、ね、掲げるようにもうならなくなってしまってでそして君「君が代」もなんだかねもう40代ぐらいの PTA の,あの、ね、俺たちの仲間でも「え学校で歌ったことはないよ」うん、となん、うん、これが教育かという。 基本基本的なところですよね,すねだから日本人としてのあの誇りやっぱりその尊厳はしっかりと学校で教えていただいて、うんえー、これからもう若,若い子たちこれから世界へ、うん、世界へもう羽ばたいてきますからね、うん、その時に足元がないんですよ足元の日本国という,う誇りを持ってというところですうもう変な自虐史観を与えられてね <laughs> もう日本人でいることが恥ずかしいのかと言われるの。<laughs> こんな教育がどこ,どこにあるかっていう。だからね、こ国家が歌えないあの国民って。日本国だ、ね。そうそうだと思いますよ。他 <は S 2> のはみんなね、誇らしげに、ね、あの歌ってる姿を見たら。はあ。うん、日本よと思いますよね。うん、この間、あの、あ、れどこでしたっけねあの空港で中国人が足止め食った時に。空港に歌ったって。いう話してたんですけど。あの、まあ、ある意味暴動じゃないですけど。はいはいはい そういうふうに捉えてましたねその時私中国の国家って地で地を洗えじゃないけど戦おうみたいな国家の中身だったと思うんです歌詞が歌詞。で、日本はあのこの平和な時代をいつまでもっていう歌詞じゃないですか皆さんご存知かもしれないですけど世界国家コンクールみたいなのでナンバーワン取ったことがあるのがそれだけ素晴らしいですよね君がよっていうのはね本当にこれは誇りを持って歌える歌だと ねはい、だからあのやっぱりこう「君が代」も、えー、改めて、あのー、今回あの CD を作,る作ってるんですけど、うん、そこに「やっぱり君が代」をみんなが歌えるようにしたいなっていうことで、あのー、ちょっとアレンジを変えて、あのー、入れたんですよ、うん、ボーカルに済ましたんですけどもうねもうなんていうのこう震えるというか「こか君が代」もう録音してると思うだけで。 うん、もう本当にね、あ日本人でよかった俺は日本人だよなというそういう思いがね蘇ってきましたですね。国家ってすごい,す、ね、すごいあの国家が持ってるパワー。うん、だからこのもうよく僕らの仲間では、えー、あのなんかある時に国家君が代をたわないとこういい成績で、ね、出ないよねというこの国家君が代のパワーを受けれ受けないとダメじゃんっていうそういう統計もあるんだって。うん、だから歌の持ってる力もうねそれこそのね長い。 あのこ,のこの日本人としての方々が一緒に歌ってきたこの国家君がよぜひあのみんなが沖縄県民もそれぞれ子どもたちも一緒に歌えるような時代になってほしいなと思います私も国家戦唱を大声で歌ったのが議員になってからなんですけど年に1回あの自民党の党大会って行くんですよ。 今年も来月あるんですけどその時に3000人以上で大合唱するんですけどうわすごいだろな私初めて参加した時に感動のあまり泣いてしまいましたからね本当にパワーを感じるというか日本人ってすごいじゃないですけどししまたね沖縄で歌ったことなんかないじゃないですか。で式卒業 戦勝って言ってさ大きな声で歌ってるの <laughs> 俺だけだったりしてさなん <laughs> のこっちゃえ何俺が悪いのって感じうう、ね、だ,だからそこですよ、うん、当たり前にもう先生方もそうですしもう卒業する子どもたちも日本国民としての誇りを持って卒業して、ね、大学行くなり社会出るなりして、ね、そその誇,誇りを持って生きていたもうほしいなと。 ね、もうだからほら今感動してるけども、行がまるでしょ。そのぐらいだから君が言うとすごい心潮。今回オリンピックで十一回結局国家が流れたじゃないですか。次のオリンピックももっとああ、二千二千二十年そうですね。まずはここからだね。そこはまたもうそう楽しみでたまらないし。二千二十年のその前に私は小学校六年生だったんですよ。第一回東京オリンピックもう。 学校でもうクラスで先生がもう、はい、あよし好きなことやれってパフォーマンスままあ、まあこれ持ち上げるとかねそんなパフォーマンスをさせてももうもうあオリンピックって素晴らしいと思ったんですよだからあの頃はもう当たり前に君がよバンバン流れてましたからね。 日本に戻ろうっていうあの広まる決意がやっぱりそうっぱ祖国復帰っていう溢れ返ってる時ですよね、うん。そうそうそう。だって先生方と一緒に俺たちは祖国復帰活動したんですから。そうですよね。<laughs> で復帰したら、えー、パタッとどこ行った？あれ何だったんだろうって先,生先生方ってあれあれって <laughs> おかしいですよね。おかしいよね。 今の先生方はあの時代に何が起こったか知らずに、うん、そのまま反対を続けてるだけだと思うのでだからもう俺なんかはもう本当にこう祖国への思い、うん、あもう日本国のそこに復帰もう、ね、一緒になれるっていう、うんうん、もうその希望希望でワクワクしながらあのあの復帰活動に参加してますからね,そう,ねもうそういう意味ではねあの,あの当時のことを思い出していただいてね、うん 日本国民としての喜びをこれから一緒にね、えー、味わっていきましょう、ね、<laughs> よろしくお願いします <laughs> ああ俺もねあの今からあれオリンピック選手になる無理だどどんどん若者たちがそうだって14とか15とかそんな若い子たちがオリンピック出てるってこと自体がすごいでしょだけどあの、うん、ジャンプの葛西さんでしたっけあ ちょっと、今回残念でしたけど。でも、まあ、やっぱり、あの、あれですよ。レうん、エージェントと。ジェントもね、やっぱり、あの、まあ、お年なんだけど。俺たちは、あの、もう中高年の誇りだから、ね、年下よりもっともっと頑張ってほしい。あの、頑張りも、みんなの、ねうん。そう、もう、原動力でしょう、ね。もう、俺たち中,中高年にとっては、もう、憧れのです。<laughs> だから、そういう意味で、あの、あと4年後も。はい、ぜひ、選手として、参加してほしいね。<laughs> すごく、すくないですか、それって。すごいと思うよ、だから。 だからまあ改善の状態がねあそこ韓国はちょっとあ,<ー>あのいろいろあったしあったしあから、ね、まあ、待たされて、うん、体はもう凍えてるしねまあそういう意味ではねあでも四年後また楽しみです,みです、ね、はいぜひ、えー、国家君がよ <laughs> スポーツこの出る方、うん、メダル取る方が全員歌えるようになってたらもっと嬉しいですね歌ってほしいんですけどどうしたんでしょう歌ってるシーン聴きにですかね <laughs> <laughs> あれ何 これっておかしくない?。今回、あの取材も、なんかスポーツの祭典なのに、なぜか政治的。なだからね。放送が多かった。ですだから、この主催国自体が、なんか揺れ動いてるよね。変な方に。だから、その辺は、もうあんまり言わないでおこうと思って、今、今口を閉じてますけど。言いたいことたくさんあるけどね。はい。狂ったら、一日終わる。そうそう、終わるだよ。もう、大変だよ。二十四時間放送した。あ、でも、そういう意味で。 あの、本当にこう、日本国のために、メダルを取っていただいた皆様、心から感謝申し上げます。ありがとうございます。ますね、もう子供たちにとっては、あと2年後の東京オリンピック、励みになったはずよ。本当ですよね。うん、自分も出たい。そうそう、だってね、5五六から選手になれるんだったら。うんうん、今の、中学生、高校生、うん、頑張らないと本。本当にそうだと思うんです、ね。思ね、本当に、そういう意味で、ね、日本国。 万歳でございます。<laughs> <laughs> <laughs> ありがとうございます。日本人でよかったな。<laughs> <歳>さあそれでは次の話題に移りたいと思います。さあ,あ今度はですねこれからの沖縄の人材育成について、えー、ねちょっといろいろお話ししてみましょうか。はい、まず今ほらもうこう,こう,こうオリンピックがあるからやっぱりスポーツからなんかあの俺たちがあのもうあのこう PTA だった頃と,と今なんかの体育のあのあれがやり方が違ってるってそうです、ね、まだ沖縄の公立学校に浸透してるかって言ったらそうじゃないんですけど、うんうん、県外のいろんな地域で出張スポーツテストみたいなのをやってるところがあって沖縄那覇市でも一回やってるんですけど、うん、あのその子に合ったスポーツをこのデータによってまあ 調べることができるっていうスポーツテストがあるんですよあ、じゃあその能力に合わせて、うんね、あこの子はどこを伸ばした方がいいよこういう種目に行った方がいいよという,そう,そう,そう結局今までは、うん、例えば握力だけかかるはい、はい、で。うん だっけ、身長座高とか測ってジャンプ力とか何メートル何秒にいくとか反復よく跳びとかってやるじゃないですかそれをある意味データ化して例えば50メートル走とかその瞬発力で最初の出だしが早いのか後で伸びるのかそれを見極めてデータを出すことによってこの子はサッカーが向いてるこの子は陸上選手に向いていてしかもこれは投擲なのか。 走る方なのかとか、うん、100m がいいのか 1,500m がいいのかとか、うん、バスケなのか何なのかっていうのがデータとして出てくるっていうスポーツテストがあるんですどでそれをもとにスポーツテストあ、うん、終わったにそに担当の方がその親に対して「この子に合ったスポーツこれですよ」とか「こういうところのスポもっとすごいですよ」とかだ,だから本人がやりたいスポーツなのか、うん、やってるスポーツなのかではなくてこの子に向いてるのはこれなんですけど。うんはい そのまんまこ今まで通りの好きなスポーツをやってもいいけど、うん、もし何かきっかけがあって、うん、こっち側にいくとうもっとお力が出せるとそういうテストがあるんですそういう,うなあるんだ<う>アドバイスがそれってだから,ほらあの、まあ、あの例えばあの俺,俺みたいにデブちゃんは「あんたは、ね、相撲ねえ」とか「柔道ねえ」って言われるからい,そう,いやそ,うそうやって <laughs>、まあ、先生方からのアドバイスも。 ああのるさねまあまあそのクラブの人員獲得の先生たちもあるけどそういうんじゃなくてやっぱり私の向いてる体にあったまあ長距離は無理だから短距離そうだよねまあでも考えてみたら結局サッカーーーキパしてだからやって俺たちの頃緩かったクラブ活動もよくいろんなね 大会にカり出されて相撲であったり柔道であったり他の部活が他のものに出てるそう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 出てる出てるマルチっていう <laughs> <laughs> だからマルチだって <laughs> あっち違うあそういう形でね、うん、あのいろいろいまあ引っ張り回されたんだけどだから要するに一つに絞れてなかったんだよね、うん、あそういう意味ではそのこの,このねアドバイスによってじゃあ今これはやってるけどあ 自分にこっちを向いてるんだったらじゃあサッカーに変わろうかとか選択肢を広げて、ね、バスケットにこうかとかき結局一生懸命やってるのに全然伸びないって悩んでる人がこのテストを受けた時に、はい、あ自分これ合ってなかったんだって言って新しい種目に変えるきっかけにもなるっていうのは、ねはい、ただ頑張ってるのに変えなさいではないので。 ね、悩んでる人の指針にはなると思うんですけどね選択の問題なので、はい、でもこういうこう,こういい希望が見えるんだったらねだからほら例えば自分の将来あのこういうことことでもう仕事にしたいっていう子どもたちは。うん こっち側に行った方がずっといいわけです。ですアドバイスの。そうなんです。伸びていくのか、分かってるてっていうところですね。ね得意分野を伸ばすのが。うん、この子の未来を作るっていう。まあ沖縄では東京オリンピックみたいな。あのああいうことができる場所がないからね。<laughs> 雪もないし。わ <laughs> からないですよからない。これから雪が降る。ある子は。ああ。<laughs> 例えばね、あの中学校うそういう。 ところにね学校行って、うん、そこで伸びるってこともあるからな。はい。わからないですよね,ね。そうだね。まあでもあの本当にあの親もそうだけど、あの学校側もそうだけどこの子の未来をこう方向ろルなんていうのレールをこう,いう引かないで、うん、この子の行きたい方向に選択ね選択肢を出ればね。ありますね、うん。だから自分で決めたことだったらあのまもしうまくいかなくて思ても。 くじゃんこれ自分が選んだんだからところがほら誰か親とか先生のアドバイスでこっち行ったのにもううまくいかなかったらもうお母ちゃんのせいでしょとか言えるからなせっかく始めたのにやめない方がいいんじゃないとかって無理やり引き止められるとあとは親が行ったからやめたんだってなっちゃうじゃないですか本人がややりたくてる大事ななことだから全てが全て目標に行けるわけじゃないから。 もうだからその能力のある方たちはもうそのままずっといけるんだけどもう自分で能力は,これはもう無理だと思ったら引けるかかららねねそうです、ね、だからこのテストも本来あの必要な子にはやるべきですけど普通にうん、うん、普通の子たちいらないのでだから沖縄県内でこのテストができるかといったら今、できないんですけど、うん、わざわざ機械を持ってこないといけないのであ那覇市でやった時もわざわざ持ち込んで。レンタルで,そう,で、ね、そうか 団体がでもやっぱりこれあのまあは沖縄県にこのセットが一つあって、うん、各小中学校が全部このテストをやっていくと、うん、全ての子どもたちがデータ化で、うんうん、自分の体を知るっていうそこがまず人材育成の基本になるかもしれない、うん、という思いもありますけどね。うん、ねだからほらもう今あの政府がもう,こう2020年のオリンピックを向けてすごい取り組み方してるから、うん、そういう意味では。 あの沖縄県でもそういうのを導入していただいて、本当にあの実力のある有能な子どもたちをちたもうね伸ばせるんだったら最高、うん、だよね。本当にそう思いますね。うん、そうですよね。沖縄はいっぱいいろんな人材がいますからね。原、うんね、ちゃんも音楽で。いやいやいや、だから <laughs> もうねあのタダのデブじゃないよ <laughs> <laughs> アーティストですよ。いやいやそういうのがあればね <laughs> いいんですよ。あ、だからそういう意味ではあのなんだろうねあのいろいろいろんな能力もだからほら百人や百人の能力あるじゃないですか。うん それを本人がちゃんと分かっていればどう取り組んでいけるかだって見えてくる人はね周りはサポートしていく、うん、そうそうそう,う、ね、それを一番あのこうネックとなるのが私たち親なんですよね <laughs> もうこの子にはこう生かしたいという、ね、例えば自分がお医者さんだったら医者にしたい、うん、先生だったら教師にしたいとかねついついねだからここに本人が違う方向のレールを引かれたらもう 優しい子は親に気に入られたいから。ああ、お利口さん。お利口さんはね、やっぱり親の引いたレールに行くんですよ。うん、もう、だから、そこであの、こう、いろんな、こう、カット、ストレス。お、ね、憤り。そこで、だから、こう、人生がね、こう、おかしくなるから。そういう意味では。私たち親がもっと、あの。この子ど子供たちに。あの、レールを引かないで、プレッシャーかけないで。うん、こう、のびのびと。ね、過ごしていただきたいなと。と <laughs> お、ね、お父さんお母さんん母 <laughs> 沖縄は源、うん、ちゃんみたいに音楽で成功してる人すごいいっぱいいいいっぱるじゃないですかいやこれがねでも氷山の一角だよもうだ,だからあのある意味だからあのんていうのああのあちらの方たちの,あのお気に入りは <laughs>、ね、いろいろ仕事も回ってくるからそういう意味でだから俺みたいなこういうところに改心をして改心をしてんです。 <laughs> あの私もだから、安にあの8年ぐらい前まではもう新聞を読んでテレビを読んであ、ね、これが沖縄の賢人としての正義だと思っていろいろあの、あラエティてで活動してきたんですけどと,ところがあのあインターネットをボギーちゃんから教えてもらってインターネットを開けてみたら、ね、私、反対側に向いてた <laughs> 崖っっっぷち立ててるっていうのだから気づきどうやっていつ気が付くかという意味でねそういう意味ではだからあのおかしいところはおかしいって分かって今はあのちゃんと、ね、インターネットもそうですし活用してで皆さんのご意見も聞いて <laughs>、はいね、沖縄県まずは沖縄県をちゃんと政治をできるようにまっすぐに歩いてるっていう <laughs> そ,そうそうそう <laughs> たとえ厳しくても苦しくても。 <laughs> しく歌っておおいおい違違う違うそういう意味では今度またやっぱりその日本国の正常化に向けての CD もやがて発売されますんでぜひ、えー、国歌「君が代」も入ってますし自衛隊の応援歌も入ってますし、うん、そういう意味ではぜひ皆さんのお役に立てるように、えー、卒業式入学式で「君が代」みんなで歌いましょうよろしくお願いします。<laughs> 揺れるぐらい、君がようがね、響いたら嬉しいよな、だから。で、来月だった?。あ、自民党の大会で。わ、三千名?。三千名が君、あ、俺も行こうかな。すごいですよ。いや、わかる。三千名がさ。心が震えます。誇りを持って、君がよう頼る。 でもね、本当にね、沖縄県もそういうふうにね、ぜひ。なってほしい。一応県内の自民党の大会とか、いろんな集まりで、大合唱できるんですけど。三千名はさすがにないから。三千名は。あの会場どこですか。ええ、しんた、新高輪プリンス。ああ、プリンス。おお、大広間で。うわ、本当に行きたいな。 初めて行ったとは泣くよね。泣きましたね。だから国家君がよの持ってるあの力っだから歌ってな、ね、い人わかると思うけど、国家君がよを歌う時にね、やっぱなんか違うのが動くんですよ。うん、だからそういう意味ではその違うのが動くっていうことを皆さん歌わないとか、うん、あの感動できないしね。そういう意味ではぜひ、うん。か体の中から起き上がる何かがか感じられるう。だからだからね、やっぱり君がよって言っていうのはやっぱりもう英霊が 本当に心して歌った歌ですからそういう意味では「君が歌うところに英霊もいらっしゃるのかな」と思ってそれでも納得してますけどそういう意味ではね英霊も慰めていただいて日本国のこれからの未来の繁栄をですね,ね <laughs> ぜひみんなで力を合わせて勝ち取るぜ <laughs> 沖縄から帰っていかないといけないまず沖縄からね沖縄が変わると日本全国変わりますからね。 最近はでも沖縄もかなり変わってきてますよね。できるかなって思ってるんですよ。うんできるできる。だから2020年オリンピックをみんながね日本人としてもうみんなで毎日喜んで君が歌いたいな。オールジャパンオール日本で応援。してそうそうそうだからオールジャパンっていいんじゃないか。ね。それで。うんオール日本。だからね日本国民私。それまでに か君が唱を小中学生がちゃんと歌えるように、うんうよはい、あのチェックしようかそうです私もチェックしますけど、はい、教育オムブズマンこれからそのチェックをしようかな <laughs> <laughs> 歌わせるように指導してます、うん、って言うんですけどねいやだからだからこれ生きてるかちゃんと行ってるか生き <laughs> てるかですよね、うん、そうなんですよ言うだけじゃなくて、ねうん、だからねやっぱりこうやっぱりあのみんながこうね子供たちが誇りを持って君が歌えるようなで国旗 日の丸にもう本当に思いを込めて感謝をするかというねその辺も含めてこれから私たちね頑張っていって沖縄県ちゃんと政治を受けてきてもう日本人で良かったという喜びを一緒に今日ししう,う、ね、<laughs> よろしくお願いします。さあああののねわらばたわらもうもちろんあのスポーツもそうだけど今ほらあの えー、ボクシングでは世界チャンピオンになってるじゃん,子さんの愛を込めて育てたあ、こいいあんなにすごい,すごい、ね、チャンピオンが生まれるし <laughs> 秒殺の戦いでしたか、ね、だからよ1ラウンド あれ今から始まるって余裕かましてた人う、うん、もうあっという間に終わっててそうそう見てないけどっていうだからねだからその後のほら時間のいっぱいいっぱいつなぎが、ね、編集編集で何回も流してた昔ないぞとかもいっぱい、うん、だからね、うん、そういう意味ではやっぱりあの陽子さんも素晴らしい後輩を そうやってくれてるからね今あの具志堅洋光さんってバラエティー出すぎてだから本当の素晴らしさを皆さん理解してな若い子たち分からんさ俺たちはしっかりと世界チャンピオンとして最後まで見届けましたから沖縄の人材のもう本当にスタートぐらいじゃないから世界をうも日本中にこうなおとどらかした 具志堅洋子さんですからね。いやいや、石垣では、もう具志堅洋子さん来たら、今日つきみたいですよ。ああ、そりゃそうだよ。もうレジェンドだよね。素晴らしいらしいですけど。そういう形でね、そういう方たちが沖縄県民として。頑張っていらっしゃるっていうことはね。誇りだよね。バラエティ番組で、出てて、一緒に見てた人も、今回の。洋子さん見たね。これ、ちょっと、すごく。見直したんですかだって、その、あの、あい、間に、洋子さんが、あの。 チャンピオンになった時のあの写真あの映像映像とかねえたくさん見たじゃんう。もうドキドキワクワクしたよ。分かっておいるけど。<laughs> 本当ですね。<laughs> うん、もうもう一度そういうぐしけさんの、うん、あの功績を振り返ることができたの、うん、すごいいい試合だったんじゃないですか。うん、だから根川根川久馬二千二十年東京オリンピックで我があ沖縄県民がね輝輝いてメダルを取ってくれたら嬉しいなと。 思いますね,すねさあさあ学力ね <laughs> 学力, <laughs> 学力もう学力ってさ沖縄県あの毎年最下位だったやん今までは今まではねここ最近上がってるんですよだからさ小学生がだからね小学生もうそういう意味で小学校の先生たち頑張ってるけど残念ながら中学を行くと中学だなんですんか、ね、だからねほらこれってなんだろうと思わない ね、た,ただ、うん、ここ最近はあの例えばナンバーワンの秋田県とか、うん、そういう成績のいいところの見本に習ってはい、はい、沖縄県のこの学力向上推進というところで、うん、いろいろ先生方がご苦労されてるんですよ。うんうん、で、えー、保護者も巻き込んで「早寝早起き朝ごはん」とかっていうふうにやって家庭学習もちゃんとやりましょうということでやってるので。うんはいはい 素直に聞く小学生は多分一生懸命やってるっていうのと、うん、あとあの各地域でですね、うん、最近はあの電子黒板が入るようになったんですが<ー>ね,そ,うですねそれをあのやっぱり特に小学生はこの授業に集中するポイントになってるっていうのがあって、うんはい、先生方の,この,あの業務も減ったと電子黒板で。うんうんはい だから教える時間と生徒と向き合う時間が増えたっていうのも聞いてるので、うん、電子黒板が普及している地域は特に学力が結構伸びてるって聞いてるんですよ、はい、で富城くんもそうなんですけど<ー>やっぱり学力上がっているっていうのが、うん そういうことなんですけどただ中学になるとなぜ伸びてないのかは分からなうです。だからこの中学校の部活動に充てる時間が県外とはちょっと違うっても言われてるんですけどでもそれでもかなり減ってはいるんです部活動の時間自体も。で休みの日もできてますし週末試験前は休みだったりとかですねやってるので。 上がってくるのはこれからなのかなと思うんですけど、ただやっぱり学習塾に依存している学,学習塾ね。だからあの学校で足りない分を学習塾でやってるっていうのが今普通のパターンでしょ。だからもう少しあのこうこううまくこう学力向上につあのね繋がるにはやっぱりこう塾との。 今あの沖縄特に貧困対策っていう名目で、うん、無料塾やってるんですけど、はい、これはでも生活保護世帯にクローズアップをして塾に通うお金が工、ね、面できない世帯に対しての支援なんですけれども、うん、私学力が低い人が世帯、うん、その所得が低いのかってそこイコールではないと思うんではないよね。うん 来は全ての子どもたちを対象に学力の低い子たちをフォローするっていうのをもっとやらないといけないと思ってるのでこれは個人的な見解っていうか思いですけど県外ではやっている塾あの民間の塾の講師との連携で学校に公立の学校に塾の講師をあのまあ歩行みたいな形で入れるっていう授業をずっとやってて学力を上げてる地域があるんですよ。それを沖縄もこの 生徒を対象に学力がちょっと足りない子たちに対する歩行授業みたいなことを学校内でやったほうがいいと思うんですよね。うんねはい、そしたらもう完全に参加できる先生方にその歩行授業を頼むと、うん、もうそれはちょっと業務の過重になってくるじゃないですか、ね、ですから放課後のそういうものとか週末土曜日の授業っていうのを塾に頼るっていうか連携をしてもらうっていうことでこれがかなり効果があるっていうのは。うん てるんだかある意味こうあとはどうしても行きつくところ予算問題になるさねだから例えばあの高校なんかでゼロ工事って言って徴収してるあのお金よ、はい、こ,これをプールして塾講習呼んでそういう授業を受け,受けさせるだからほらある意味ですよあの塾の先生って方ってあの成績上げなければあの自分の 営業ですかね,ねそう成績落ちるじゃない信頼もそ,の力はそういうのも借りてあのわざわざあのえ時間延長しなくていいから先生方は、うんうん、そこでこう塾の,の、ね、うで先生たちの力を借りてあのこう子どもたちの学力が上がったりなだからある意味あのこう先生方も塾の講師の,あのやり方教え方子どもたちへの影響力これやっぱりべ勉強する必要あるし。うん うん、だからただね給料がいいからとかじゃなくてそういう意味でぜひ何て言うんですか生涯学習なんですよ、うん、障害学習 <laughs> 先生方も学習勉強しないとあかんでっていうそう,そうだから先生たちもどんどんどうやったら子どもが興味引くかあこの子はどうやったらこっち側にこう面白さを伝えきれるかっていうこれをねやっぱり切磋たく磨しないといつまでもねあの 学校の先生をその授業にのっとったその内容で進めていくのはもちろんなんですけどそれはあくまでも基本じゃないですか応用の部分でその塾の連携で授業を進めていってもらってだから歩行っていうのは予習がまあ多分予習じゃない復習だ復習がメインになってくれれば。 普段の授業もどんどん進むことができると思うので、うんうね、ここの連携って大事なのかなって逆に家庭がですよ、うんうん、塾の費用を出すのどんなに貧困じゃなくても大変なんですよ。そうななんだようちの子今中3の受験生いるんですけど、うん、大変だわこの間の2月の 2>、うん、今,今月ですねもうう痛いと思ったんですけど3万超えるんですよ。受験直前なので。受験もな勢力がまた今度ね <laughs> 出てくるし。<laughs> 大変 ああ大変だなとか毎月の塾代ももちろんその塾によって違うんですけど貧困家庭じゃなくても普通家庭でも塾の費用って大変なんでだから所得が低いから優遇されるではなくてそうじゃないよな学校の中で歩行授業をやるっていうことってすべての家庭に平等にねそう平等にねそう平ですよで学力も上げられるっていうのがだからさある意味さあの例えばあの数学とかあの そういういがあるさね、はい、もちろん教科の勉強は必要なんだけどこの教科が社会出てどんなふうに役立つのどんなふうな関わり合いを持つのというこの興味を子どもたちに持たせることができたら、はい、自然にほっといても勉強するよ <laughs> だから先生たちはその辺をどうプレゼントできるか。逆ていうのは、うん、その塾で成績上げるものを学んでうん、うん 学校の成績上がるじゃないですか。うんうん、で楽しいから授業が楽しいんですよそ。そうそうそう。だからそうなったら本末転倒やな。<laughs> か学校の授業を楽しいにしても、うん、らいたいな。そういう意味では先生たちもあの本当にあの自分たちがでこの教科を教えるには子どもたちにどう興味を引かせるか、うん、どんな話題を持ってきたらもう集中して子どもたちがね、えー、こうやってあの。 なんてのこう。将来へ向けていろんなことを学んでいけるか。今インターネットがあるから、うん、どんなことでも勉強できますから。そういう意味では子どもたちに興味を勉強学ぶことにね。興味を引かせてください。うん、ぜひそれが先生方のお勤めだと思うんですけどね。<laughs> 今うちの娘も息子もですよ。うん、あの、調べ物をこういう、うん、こういうので。 ああ、いやいや、今ね、テクノロジーすごいよね。全部意味とか、なんとかも、全部探し出して、ああ勝手にどんどん進んでいくので。うん、今の時代、昔のまんまじゃ、ダメだっていうのは。だから、もう,う、ねうん、あの、もう、そこ、今分岐、分岐点だと思うんですよ。だから、アナログからデジタルへ。 もう切切りり替替わわるね切り替わってない先生方学校もだから生まれ変わるじゃないですけどステップアップする時期っていうのを迎えてるのかもしれないし、うん、学校に外部の人入れるのって結構違和感あると思うんです先生方も。今はねこう今は不審者が今世の中に隠せるから。いろんなことありますからねただこの子供たちをこの学力向上させたいって思いって、うん、親も子も 先生も一緒じゃないでだからそこにその塾との連携とか外部から人を入れるっていうことが学力支援ボランティアではなくてちゃんとしたその雇うというか優勝だ、ね、人を呼び込んで、うん、あのちゃんとした制度としてやっていけないのかなっていうのは私、うんそうですね、だからもう今の時代って不審者がもうあまりにもこう地域にもあのいらっしゃるもんだからう学校側をチェックをするこう結局ガード入ってるじゃない。 これってやっぱりのこう外から入ろうとした時にあ自分たち不審者と見られてるのかと, <laughs> とこういうだから入りにくい方たちも多いはずなんだからうはななかなか、うん、だからやっぱりねいいその辺もセキュリティもちゃ,ちゃんとしつつやっぱりこの外部の力も借りて、ね、子どもたちのために、ね、いいことをどんどん 広めてほしいなと思うんですよね。それ言われると私フリーで入ってますね。大丈夫ですかね。いやいやもう顔パスで不審者ですか。ああ、もう顔顔パスいやいやいや。学器の顔がパ,のパスポートなってやけど。うちの学校ゆるいかもしれないので。<laughs> いやいや今一生目ました。だからね、まあでも本当にやっぱり外に向けて文句を開かないとね。うんやっぱり子どもたちのためにもでもしっかりとやっぱりガー,ガードすべきところガードしてね。うん、子どもたちが安全に安心して。 学校でで楽しくき子どもにとって何が一番かっていうのを先生方も保護者も一緒になっていただきたいしでも今家庭学習をやれやれって結構そのああせっいた時期もすごくあったんですけど私ここが厳しいと思ってて本人のやる気がないとやらないんですよ結局はもう他人が言ってもね喧嘩にやるんですよ親子って。 そ,そう、これ、ここが嫌いよね。そうなんですよ。だから、先生方の、あの、こう、力は、ね、ちゃんとしっかりと。 学ぶ勉強の楽しさを教えていただく<う>最大の使命がございますからそういう意味ではご遊ばせ,せ先生の人材、うん、人材じゃないレベルアップもやっぱり必要で同じ教科の先生例えば中学校とかで同じ教科なのに教え方が違うとこの先生に教えられたらわからない、うん、あの先生がいいとかっていう子どもの声もあるじゃないですか。うん 全然私たちからしたらどう,どうにかしてくれって思うんですけどそうそう先生方って一回免許取ってやると更新されてても、うん、じゃあ子どもたちに教える力はどうなのかっていうよく、うん、見えない部分ですよね。運転免許と一緒でそう 23年に1回をチェックして <laughs> <こ>あダメ勉強し直しとかね PTM そこにはなかなか言えない部分が、ねうん、そうそう学校の組織に言えないから何も言えないからい、ねまあ、だって子どもたち人質だもん <laughs> <laughs> そこにだから難しさっていうのはやっぱり感じますよね、はいはいうん、でもやっぱりここをやっぱりあの踏み込んで、えー、ちゃんと先生たちもこ,うこの自分たちがレベルアップするために認識をさせてって、うん、頑張ってもらわないと もう指導力を向上させるっていうことを基本的に続けてもらわないといけないので,止まったらダメですそうそうだどう教えるかなんですよ。だからただその問題だけ教えてる場合じゃないんですよね。ここ全体の流れを見てこれは絶対こういうふうに必要だから、ね、こんな面白いことがあるよ。うん ここんんななともあるよってそれ先生のこう仕事なんですよできない先生はですね、うん、遅刻した子を怒り,怒り続けて何分も経つとかあだからさ時間の持ったりねさ <laughs> だからん、ね、なぜ遅刻するか興味がないからこの授業に興味があればもう真っ先に行きますよ <laughs> そうだからこの辺をねあのどう捉えるかいい方向に考えて。 ね、先,生方先生の人材育成もしっかりし,、うん、うし,しっかりと、うん、先生方がねすくすくと素直に育ったら世の中うまくいくよ親も育たないといけないですし、ね、そあ親ね親は難しいんだよな <laughs> もう本当に学校に丸投げしてる人たちがたくさんいるから、うん、でも自分の子供ですからねこの学校でどういう過ごし方をしてるのいじめになってないかのけ物されてないかというこの辺もチェックをするためにもぜひ PTA の中に入ってください <laughs> ここになるな あこれから、ね、新年度始まったらぜひ真っ先に私が手を挙げるこの学級の院長させてくださいと <laughs> 私今学年院長やってるんですけどうん、うん、3年の、はい、なので卒業式中学校の卒業式挨拶あるんですけど保護者代表で、はい、娘にお祖母をする。うんうん こんな手紙来たのよとか言って代表挨拶お願いしますっていう手紙が来るじゃないですかお願いだからやめてくれって言われますけどでも子供の声ロに負けたらあかんよ俺なんかももうずっと言われたからそれともなんで俺の仕事だのにってさ私ただでさえ目立ってるからこれ以上目立つなみたいなこといいんじゃないのいいんじゃないのデルク言うたれるけどたくさん出たら誰も付き合いなくなるからさどんどんたくさん出てまあねそういう意味でねはいあのやっぱりこういろんなあの問題がありますたでも。 これは私たちはお互いに協力し合いそしてお互いに情報交換し合ってぜひ子どもたちってもうこの先未来を背負っていくのがこの子どもたちの役割ですからこの子どもたちをいかに世界で役立つような子どもたちに育てていくかそれは私たち地域のね みんなが協力し合って他の子も自分の子供と同じようにもう関わりを持っていってですよもういろんな情報提供とかをねあのしていってね少しずつと素敵な大人になっていけるように私たち力を合おそうね沖縄の人材育成は親にかかってるかもしれない親にかかってるんですよね <laughs> こうだから親,親の育てもしないと <laughs> そう親,親育ちですね <laughs> はいどうぞ <laughs> いや私親が育つのって一番最初の初期段階の入児期にあると思ってるんですよ、うん、入児期で保育の現場だから保育の現場で親が保育園が何をしてるかっていうのを見る必要があるんですであの県外の保育園の園長先生が言ってたんですけど、うん、親をこの入園させたあと親を1日だったか1週間だったか、うん あの体験保育士させるらしい。あ、いいな。三日間だったかな。はいはい。そう,そうすると保育士の大変さがわかる。うん、集団行動のこの自分のこの状況もわかるということで、保育ってこんなに大変だっていうのがわかるので、かなりあの親が変わるらしいです。そうそうそう。それがだから親親育ちのだからあったやんよ。基本そ基本いつだった？なんだっけ？お育て四君？四 <laughs> 君か四君。<laughs> 入児はけし決して肌を離さず。うん。えー、よ 幼児は肌を離して手を離さず、うん、少年は手を離して目を離さず、はいえー、青年は目を離して心を離さずい。いやあ、だからこれ言えて妙だよね。だからそういう意味で <laughs> <く>だからあの保育やからだけど、やっぱりもう小学校、中学校、高校行ったらもうその段階に合わせてねいやあの親の務めがありますから。そう,そうです。見、はい、守るという心を離さないように。ううん、だからこの <laughs> あなたのお子さんが。 私たち社会の一員となってこうねもう見越しを担いでくれるんですから <laughs> そういう意味ではもうこういい人材となれるようにみんなでね協力し合って社会に出るまでを見守るという,感じでう見守ってはい社会に出ても見守,見守,る見守って<う>助,け助け合うというの心は離さないいつまでも子どもは子どもですから、ね、そう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 なんですよでその子どもたちが親になってきます<う>だから、ね、親になってたも 私たちね、中高年見ないといけないよ。しっかり自己満足して遊んでる場合じゃないよ。そうやってみんなであね、社会を明るくして、えーね、素晴らしい社会になるように、えー、お互いに助け合っていきましょうね。はい、さあまたあとあのー、もうまた二週間後なんだ。あっという間に終わるね, <laughs> ね。だねだね。すぐ来ますよ、ね。すぐだね。はい。まあいろいろまたあの沖縄県は選挙もいろいろありますし。 また皆さんとね、一緒に情報を共有していって、あね、皆さんとともに、えー、育っていけるように、ええー、ね。はい、楽器と一緒に頑張っていきますんで。ええーね、また、え二、ー、週間後、よろしくお願いします。ますありがとうございました。みんな、元気でよー。<laughs> 風邪ひくなよ、インフルエンザひくなよ、<laughs> <laughs> 何のこっちゃ。<laughs> 兎おいしかの山こぶなつりしかの川、夢は今もめぐりて

Ya all am